コテングクワガタは、オオバコカクワガタ相続の多年層。ヨーロッパ原産で、日本に帰化している。アシュに、天狗クワガタがある。従来の分類体系であるシニエングラー体系、クロンキスト体系では、クワガタ相続は、ゴマの歯草かに含められていた。茎は、株で枝分かれし、細長く張って、長さ8から15センチメートルになり、節から発根して、マット状に広がる。 茎は細く、全体に短毛が治留する。葉は耐性し、無柄、または、長さ1から3ミリメートルの傭兵がある。葉心は楕円型から高楕円型で、長さ4から15ミリメートル、幅3から12ミリメートル、先端は鈍く、円の巨子は低く、基部は、鈍型となる。花期は4から8月。茎の上部に細長い壮状果樹をつけ、多数の花を、 花宝から順につける。花柄は長さ2から3ミリメートルになり、果軸と共に短毛が生える。天狗輪型のような長い線毛は生えない。花柄の下に包容があり、小さい養生で護生する。額は緑色で深く四列し、額列編は長大型で、長さ2から3ミリメートルになり、先は鈍い。花敢は計約3ミリメートルで、 皿型に開いて深く4列寿司、白色に淡性紫色の乗線があり、果敢化列片は他の三列片と比べ小さい。湯水は2個、死水は1個ある。果実は果てとなり、扁平な等身型で、幅3から4ミリメートルで、わずかに毛があり、放せれっかいする。種子は数個ある。ヨーロッパの低産地の原産で、南北アメリカ、中国大陸。 ニュージーランド、日本などに帰化している。日本では北海道、本州で帰化が確認され、やや湿った道端や芝生で見られる。第二次世界大戦前に北海道に入って水田系販のカバープラントに使われたことがある。生物学者の奥山春樹が1947年に群馬県の加密牧場で標本を採集し、 ヒメテングクワ型の和名を標本上に示したが、大井月三郎ロは1953年に古天狗グクワ型の和名で日本植物史に発表した。種商名セルピリフヨリアはイブキジャコウソウのような葉を持つの意味。アッシュとしてテングクワ型がある。基本種と比べると全体に大型で、果軸や花柄に長い線毛が混じり、果幹は 敬語から7ミリメートルと大きく、果実も幅4ミリメートルと長いので区別できる。ありがとうございます。